じゃあもうこれから品書き書いて、ね、もう品書きを。でも美味しいんですよ。美味しかった。ありがたいです。でも朝からガミ出しに行くぐらいで、本当に美味しく食べてもらうのが好きなんで、うん、まあ、自分の誕生会もそうなんですけど、アッコさん料理褒めるってなかなかないですよね、うん、厳しいそんな。いや、そうでもないけど、うん、人ん家であんなにゆっくり美味しくいただけるってあんまりないよね。それもね、俺出川さんに最近アッコさんもね、うん、そんなにはお食べにならないし、うん、そうなの、そんな夜遅くまでならないから大丈夫だよっていうふうに言われてて、あの時間とかね、そんな遅くもならないし、だいたい12時前に終わるよって言ってて、うん、朝4時半までだったからだからお前ちょっと時計がないから分かんなかったんだって。巨大な時計をリビングに置いとこうって言われてたに。そしてもう一つの質問、うん、絶世の美女と聞いていて島崎和歌子さんが登場した時にはどう思いましたかという質問ですね。ああ、彼らは知ってた、僕は知ってたんですよ。みんな、うちらも知ってたの、武田だけが、サッカーのあの武田だけが知らなかった、それで武田さんもおいって怒るかと思いきや結構可愛いお酒も入ってたんでね、お疲れって言ってくれてね、はいはいはい、そうそう、すごい美味しかった。でも私聞きたいんだけど、なんで料理、まあそのアルバイトしてたって言うけど、はいはい、あの3年ぐらいですね、高校の時、将来、うん、まあ、こういう世界にも入りたくて一人暮らしするであろうと思って、その時にやっぱり料理が一番困るだろうと、うん、自立心は結構あったんですね昔から。もう兄貴が親のすねをかじる方だったんで、うん、俺はなんか自分でどうにかしようと思って。でも料理ってセンスって言うから、はい、料理うまい人ってセンスいいって言うもんね。それもでもね、なんか褒めていただいたんですよ、ロケの時に服部栄養専門の時に、はいはいはい、料理は本当に塩加減塩梅だと、うん、塩と梅の酸味だとか、うん、その塩加減は教わってもなかなかできないと、うん、で天野くんの料理はそれができてたっていうんで、なんか番組でなんか賞じゃないけどそういうの1位みたいなのいただいたことあって、そっからまた料理目覚めちゃって、だからバイトで基本みたいなその、うん、手間みたいなのやってましたけど、うん、じゃあいいってことで、うん、そっから目覚めちゃった。すごいですよ本当に、バリエーションがいっぱい。伝えられないのが、だってここでも言ったでしょ、ナポリタンだけでも、スパゲティだけでもナポリタンだ、クリームだとウニクリームとか和風とか、和風とかお醤油とかやってくるし、で私なんかこの間2回目の時はお酒飲めんのが勝俣と私最初に行くのはね、だから酒のつまみからやってほしいから、カリカリチキンのネギのせソースさ、これがね、焼き肉屋さんで教えてもらったら美味しそう、うまいんですよ。まあそうでしょ、で豚ともやしの蒸し物ネギ和え、この酒のつまみ最高俺酒飲まないのにそういうこと言ってる。そうなのよ、前はドーンと来たから、もう今回はそういうのに来て作ってっつってやったらその通り。だって最初バーニャカウダ野菜のどうってことないのよ、キュウリと人参と大根、なんかしょぼいじゃない、とソースが美味しいの、アンチョビと生クリームとか、アンチョビのねペーストと生クリームとオリーブオイルとニンニク、これだけでできる。聞いただけでどんな美味しかったか最初それ見た時あれ、今回はしょぼいなと思ってたの、見た目は、うん、そしたらボリボリ食べて、そう、俺猿の惑星ジェネシス見てるって言ったら、あれ創世記が始まったのかなって、あれ 3D で俺見てんのかなと思ったわけ。 3D とか野菜をボリボリ食べ始めて、あれ今1位の映画を見てんのかなって思ったんだけど、今怒った、うちでした、うちのマンション。いやいや、でも本当にそれぐらい美味しい、野菜よりもソースが美味しいから、いいなぁ、もうなかったもんね、もう若ちゃん遅かったから、もう美味しいものですから、あ、そうか、でもあのソースはいいんじゃない。それ出川さんもポリ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 とかポッキーみたいに食べてた遅いから食べるのはリスみんなに食べる。この天野家の満さんの話はですね、お知らせ挟んでさらにどういうことが行われたか詳しく聞いていきたいと思います。はい、聞いてください。